うしたの？動けねえ。クロール。これはかかったな、人間ども。使命により我々の邪魔をする者はここで消す。こいつらブレーナの操る魔族か。死ね。大丈夫かい？はい、ありがとうございます、クレッサー。ティオモ。あ、チェスターさん。最後の切り札参上ってな。やっぱりお前か。帰ってきた連中に聞いて飛んできたぜ。町の方の魔物もパパッと片付けてやったし、もう大丈夫だ。ありがとう、チェスター。あの魔物たちはこの森の奥から来てるんだ。ああ、聞いた。こっちもパパッと片付けちまおうぜ。お前たちも来てたんだな。ああ、うん。俺やっぱここで待ってていいかな。どうしたんだ突然。リオ、なんか変だよ、バルハラの時から。変じゃねえって。別に。何見たの、バルハラで。何も。私の見間違いじゃなければ、ブレイナーって人、バジルさんだったよね。バジル。バジルってクラースさんの友達の。違う。だからディオ、なんか様子が変だったんでしょう。まだそうって決まってない。行こうぜクレスさん。ブレイナーってやつここにいんだろ、確かめる。どうしてだよバジルさん。魔法で世界の人救うんじゃなかったのか。救いたかったのは世界なんてものじゃない、バルハラの人たちだ。でもアルバニスタは人工マナの材料である紅の月の情報を流して金目当ての採掘者どもを煽り、結果採掘者と住民との間の衝突を感化した。でバルハラの連中は採掘者たちに町を追い出された。そうだ、何人も寒さや飢えで死んだ。アルバニスタは何もしてくれなかった、見殺しにしたのさ。だから無差別に人殺しする連中の力借りんのか。そんなひどい奴らの力を。使える奴らならそれがどんな奴だろうと関係ない。魔科学と引き換えにあの村を守れるんだ。魔科学を。なんだよ、そんなんで全部自分の夢台無しにしちまうのかよ。なあ、夢は思い続けないと叶わないって言ったよな。その僕の夢がみんなを、あの村をめちゃくちゃにしたんだ。もういい、夢なんて思い続けてたって叶やしない。
叶うわけがない。嘘だよ。どうしてそんなこと言うんだよ、バジルさん。僕が君に言った何にでもなれるなんて話は妄想なんだよ。ご苦労さん。まったく、つまらん金呪文でオイラたちを操ろうなんてとんでもねえ男だ。お前はグレムリン・レア。おや、どれかと思えば前にオイラ騙して無理やり契約させたやつじゃないの。なぜだ、なぜ僕の魔装術が効かない。あんたのそれ、強すの下っ端の魔族だけだよ。魔界の王プルート様も感謝してるぜ、魔界の門を開いてくれてさ。バジルさんを離せ。オイラとやるってかい。いいよ、相手になろうじゃないの。バジルさんを傷つけて許せない。なんだ、こいつはお前たちの敵じゃねえのかい。うるせえ。落ち着くんだディオ。夢はいつでも何者かに歪められる。僕がそうだったように。嘘だ、嘘だよ。俺に言ったのは何だったんだ。100年前の僕は何も知らなかった、無知だったのさ。現実なんて
夢は夢のまま終わるだけだ。僕はもう何者にもなれない。破滅するだけさ。バジルさん、そんなことないって言ってくれよ。そんなことないって。ティオ、バジルさんはもう。歪められる。ティオ。